アングル問題。あ、まずはメンマ119円、乾杯。ホワイトホース264円、安い、うまい。食べ物は旦那さんとシェアしてます。メンマとハイボール最高。ブラックペッパー好きすぎて何でもかけがち。うまい、これ進むね。来ました、中華そば。アングル問題。355円です。美味しそう。見えないけど多分ね、高校生ぶりぐらいの日高屋。やっぱ安いね、いいね。旦那さんと半分こ餃子210円。ここの餃子美味しいんだよね。確か高校生の記憶ね。やっぱラーメンには餃子だよね。チャーハンも迷うけど、セカンドメインの餃子いただく。うまっ、熱い、うまい。ハイボールにもよく合うね。日高屋では味噌とかよりも中華そばが一番好き。何より安い。今度はタンメン食べよう。チーズ巻き220。あ、またやっちゃった。失礼いたしました。私いつもなんかしらやるよね、ほんとやだ。すみません、ちゃんと拭きました。引き続き進めます。スープもいただいて。熱くなってきて鼻水出る。2杯目。甘寿司の時よりお腹溜まってきてる。これめちゃくちゃうまい、おすすめです。冷めても美味しいのって大事ですよね。来ました、ポテトです。ポテトフライ191円。どこのお店でも大体ポテト頼んでる。これもハイボールと合うよね。あとホワイトホースなのが嬉しい。日高屋でせんべろめちゃくちゃいいぞ。結構メニューも豊富だから他のも食べてみたい。また来たくなりますね。ごちそうさまでした。皆さんも日高屋へゴー。チャンネル登録お願いします。一人当たり安すぎるー。